貧困観光もっと貧困観光ゴー起立礼着席よしゃい。はい、では改めまして起立、はい、こんばんは、はい、グリーンジャケットです。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2018年、はい、2018年、早いわ、早いですよ。久しぶりだね。めちゃくちゃ久しぶりやね。そうよ、2017年、あの前半にね、ライブ何本かして、僕のワンマンライブもね、みんな忙しいながら、あの出たくないって言ってたけど言ってないですよ。確かにもう、いやいや、そんなことない。一人、はい、そうだよ、出たの気づかへんかった。えここタスクの中だよ。え広げてる。今ね、タスクはあの北海道で床丼したり、はい、超今忙しくなっちゃう。そうですね、女装したりとかのクリスマスサンタさんの裸でしたりとかね、ちょっと紫色に染まりつつあった。紫色に多忙でね、あのお前らやっとけよっていう指示を得たんで、はい、僕はやっていきますって言って、ね、すいません、メール来たの2月26日なんとかよろしくこれ忙しいと思って、やっと入れてメールだから頼むよ。今日は3人で、はい、はい、そうでございます。告知、はい、なんですよ、なんとね、はい、動画でいきなりご挨拶部と一緒に告知もね、ちょっとあれかなと思ったんですけれども、もうね、日も近いということで、はい、2月26日に、はい、僕たちグリーンジャケット4周年の記念、はい、いや4周年のアニバーサリー記念イベントをやります。はい、ね、あの個々のね、まあ、タスクもそうですけど、僕らも個々の活動で、あのなかなかライブができなかった。4周年ってことでね、応援してくれている方もいると思いますし、そういう方たちにしっかりとまたライブしたいよね。そうですね、と思って今回企画しました。2月26日、また場所はおしゃれですね、駒沢ストロベリーフィールズっていう駒沢大学駅に、はい、まあ、そこもあのちょっと僕一度出演させていただいて、すごく綺麗な東京都の店、そう、東京都の店、電線都市、電線ね、アニバーサリーですね、はい、グリーンジャケットね、あの数々の、ね、名曲があります。あの栄一郎と矢印のね、曲を作ってくれたんですけど、あの素晴らしい名曲の中からなるべくこうみんなが好きだろうなっていう曲を、ね、そうです、歌いたいなと思います。ちょっとね、長めにやろうかなと思う。長めにやります。何分ぐらいで多分4時間半かな。なげえな。2人の作ってくれて大好きだから、それをこう楽しみたいなと思います。ぜひ皆さん楽しんでいます。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。もう閉まっちゃったよ。閉まっちゃったよ。もう閉まっちゃったよ。2018年もどうぞよろしくお願いします。グリーンジャケットでした。ありがとうございます。2月26日お待ちしております。よろしくお願いします。バイバイ。